あの前回の撮影もすごい楽しかったんですけどなんかリアルにこう普段自分がこう家でこうワクワクしながら食べてる雰囲気をそのままなんか出せる内容だなと思ってやってたんですけどまあ今回チーズが30%増量でさらに美味しくなった商品がリニューアルっていうタイミングだったのでなんか自分もすごい新鮮な気持ちでやらせていただきました。 まあこのセットの素敵さともう本当にこんなベランピングしてこう外でピザを食べれたら最高だなと思ってこういう家にしたいなっていうぐらい好きですそして外でご近所さんの夫婦の方にピザるっていう感じを すすすすのがすごい楽しかったででそうですね見どころはやっぱりピザをこう食べるシーンでこのチーズの量が増えた分チーズの伸びがもうすごいことになってて驚きましたこう熱々ってなりながらこう食べるのがやっぱ最高だなと思って熱さとチーズの伸びと美味しさとこう全部、はい、最高でしたね。 すごい美味しかったです本当にチーズがすごい増量されててすごいおいしくてもうその研究の末40%でも50%でも100%でもなくて30%っていうのがそういうそうなんだと思ってこうやっぱベストを追求していくまあ本当に素晴らしいすごいすごいことだなと。 あのピザハットさんのおいしさの進化に負けないくらいあのまあ遊びも仕事も楽しんで充実したこう30代にしてこう人間として大きくなりながら、まあ、楽しんであのやっていけたらいいなと思ってます。自分の家の家ベランダでこんなこう充実させて こうまあ、インテリアもそうですけどこう美味しいピザを食べながらっていう、まあ、どこかに出かけなくても時間がない中だったりなんかそういう制限があったりする中でもその中でこう、まあ、マックスに楽しむというかっていうのはすごいいいなと思ってベランピングに挑戦したいなと。 食べることと。読書をすることと。スポーツをすることを。楽しみたいなと思います。もう何でも。こう気持ちいい気,気候の中。できると思うので。まあ、それこそ本当にこういうベランダとかで。こう、ピザ食べて。読書して。ピザ食べて。映画。を家で。 こう見れてない映画もいっぱい見たいですし、まあ、外に出てキャンプもしたいしスポーツしてアウトドアもインドアもどっちも楽しみたいなと思ってます。